森のリアルスクワットジャム、イエーイ。皆さんこんにちは、テレビアニメソードアートオンラインオルタナティブガンゲイルオンラインメイン役の楠木智と申します。お願いします。この番組は、私楠木智が GGO の世界観、銃と鋼鉄の世界の魅力を皆さんに伝えようという番組なんですけれども、残念ながら2018年現在 GGO は現実には、存在しておりません、そこで銃の世界の魅力だけでも伝えるために現実世界で、サバイバルゲーム、サバゲーに挑戦してみたいと思います。ね、サバゲーってあれですよね、銃とか持ってなんかわーって実際に撃ち合ったりするやつですよね。私あんまり詳しくないんですけどね、私あの喫水の運動音痴だからね。あの 50m 走は9秒2だし、最高タイムが9秒2。握力は21-14だし、あと逆上がりはできないし、側転もできないし、できないことしかないんですけど、運動時でもできるのかちょっと心配だし、知らないことも多いし、ということで本日はこの方に来ていただいております。どうぞ。よろしくお願いします。月刊アームズマガジンでライターモデルをやっております、みそみそです。よろしくお願いします。イエーイ、ありがとうございます。もういっぱい教えてください。はい、わからないんです私。はい、全然運動音痴でも大丈夫です。大丈夫なんですか？大丈夫です。本当ですか？はい、もう本当にあの多分想像を絶する運動音痴なんですけど。はい、あのサバイバルゲームっていうのはもう、あのなんだろう、走るのが苦手だったら止まってスナイパーとしてやるのも OK だし、動くのが得意だったらアタッカーとして前にどんどん、アタッカーっていうのはもうどんどん前に行って、前に行って、はい、前にどんどん出る人のことをアタッカーって言います。そうなんですね。はい、あ、じゃあ自分のこうなんか得意な部分を生かしながら戦っていけばいいってことですね。はい、そうです。なるほど。そうです。はい、あの、はい、サバゲーっていうのがちょっといまいちまだよく分かってないので、はい、なんか説明していただいてもいいですか？サバイバルゲームっていうのは敵と味方に分かれて、トイガンで撃ち合う遊びのことです。はい、はい、まあ、BB 弾っていう、はい、小さい、ちっちゃい頃見たことがある。そう、BB 弾を使って撃ち合うんですけど、最近ではバイオ BB 弾って言って土に帰る、その撃ちっぱで土に散らかっても土に回ってくれるやつがあるので、結構気軽に遊べる。え、あのすごい一つ心配なことがあるんですけど、うん、はい、痛いですか？痛いか痛くないかで言ったら痛いです。痛い、痛いですって。でもそんな跡が残るとかそういうのではなくて、痛っていう感じなんで、当たったらすぐ分かります。あ、じゃあ分かるんですね、実際当たったら。はい、あのなんか前聞いたのが、そのサバゲー当たったら自主的になんか、はい、ヒットって言うんです。ヒットって言います。ヒットって言ってそこから退出します。体質で、はい、あれですよね、なんか喋っちゃいけないんですよね。そう、そっからもう喋っちゃうと死人の、はい、何も敵に、あ、味方にも何も教えちゃいけないし。あ、そっか、はい、なんか教えたりもできないのか。はい、大変ですね。じゃあそっから蘇生もできない。はい、何もやられないように頑張って頑張って、はい、瞬殺されないように頑張ります。はい、はい、え、なんか装備とかも、うん、結構がっちりやるんですか？本当好みです、自分の。うん、あ、じゃあもう T シャツでやる人もいるんですか？もういるんですけど、あの痛いので。そうだ、なるべくなら長袖の方がいいかも。あ、じゃあもうヘルメットとかして、はい、なんかゴーグルとかももうしたりとか。そうですね、帽子とかかぶった方が頭に当たってもそんな痛くないかもしれないです。なんかレンちゃんみたいにピンクとかいろんな色もあるんですか？うん、あります。 あるんだ。はい、でもあんま使わないですよね。あ、でもあのなんだろう、フィールドっていう戦う場所によってはそういうのでも有利な場合はあります。あ、有利な場合あるんですね。はい、なのでそういう装備とかを今回はいろいろ実際にお店に行って、はい、買っちゃいましょう。やった、行きましょう。行きます。じゃあ行ってまいりますね、私は。行ってまいります。